で、空洞音がやっぱりしますね。うん、うん、上とかなんだ。上かなぁ。キュピってキュピ言うと、え、なんか水だ。あ、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 水だ。あー、おいぞ、やっちゃった。すごい、何これ。あ、これどうする。埋める、埋められるのかな。どうしましょう、上行きます。え、これさ、埋められるの、それともさ、水没するの。いや、こうやって埋めることもできるんですけど。あ、なんかもう、何もしないでも進んでいく、波に乗って。すごい、面白そう。私もやる。すごい、すごい。あ、ほんとだ、ほんとだ。なくなっちゃった。あ、なくなっちゃった。楽しかった。ルビーだ。これ、レッドストーンという石ですね。これ掘ってもいいの。はい、あの、鉄ならこうやって掘れば。楽しい。で、まあ、レッドストーン。ちゃった。では、あの、レッドストーンは、主にあの、回路を組むときに使うものです。回路？はい。まあ、例えばなんかスイッチを押してドア開くようにしたりとか。見たことある。あ、まあ、ゴージャス動画でもあの、ダンジョン編のときに、なんか使ったやつです、うん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 。で、サイリンさん今、殴ってるやつ、シャベルです。うん。サイリン、私ね、気づいてた。うん、あの、ね、出発するときからシャベル持ってた。なんでサイリンシャベル持ってんだろうって思ってたの、私。あのね、恥ずかしながらこれ、うん、どうやって動かせばいいか覚えて。ホイールホイールホイール。ちょっとね、2週間ぶりだからね。そうなんですよ。今日が2回目ですからね。そうちょっとね、この持ち替えですかね、うん、ちょっとね、今いろんなボタンを押してるんですよね。それ分かんなくて。そうホイールでくるくる回したら、ホイールってここのことか。え、ね、待って待って。ネットゲーはそんなに買ったことないんです。ほら、タン君を見てごらん、あの顔の、あの渋い顔してる。あの、いつも私たちが何を言っても、うん、はい、まあ、マイクチェックの時に、うんうん、もう動じないタン君が、うん、顔を歪めて笑ってたよ。あ、笑ってたんで、よかった、安心した。仏の顔で笑ってたよ、さっき。もうね、もうみんな、私びっくりした、これに関しては。あ、こうか、こうか。待って待って、ま、サイユリンレベルでマウスホイール。マウスホイールって、私さ、前回もホイールだよって言った時に、うん、分かってなくて、うん、分かってないし、そこくるくる回してっていう話をしてたと思うの。あのね、うん、マウスあんまり使わないんですよ。あのね、FPS ってさ、マウスでこうやって。あ、ね、FPS はね、こっちでやってるんです。なるほど。はい、そうなんで、そう、あのね、ホイール、今日ね、すごい勉強になることいっぱいあるなって思って。マジか。うん。本当に。あのね、みんな知ってる、ここにいるみんなは知ってるかもしれないけどね、ホイールについて。そう、うん、じゃあみんなにも教えてあげて、ホイールについて。そう、あのね、ここがね、ここがホイールって言うんですよ。みんな、覚えてね。マイクあと何の関係もない。使うから、使うから。うん、これ回すと。はい、おいちゃん、回して回して。ほら、ああやって、持ち替えができますよってことね。そう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 。はーい。はい。勉強になりました。なりましたね。さあ、行き着く先まで行ったけど、うん、これはどんどん掘ればいいの、ここ。まあ、例えばそうですね。こうやって、こう、なんか、適当に、うん。もうこのぐらいの高さになると、レッドストーンが今出てたんですけど、うん、レッドストーンが出る高さまで行けば、ダイヤモンドも出るんで、まあ今、サイリンさんが掘ってるみたいに、もうどんどん行く。おいちゃんが私の前に来たんだからね、掘ってるところ。恋じゃないんだからね。まあ、とりあえず掘っていけばぶつかるんで、いずれ。そうですね、今、サイリンさんがレッドストーン取ってるように、こうやって、鉱石に適当にぶつかるんで、へー、もう、まっすぐ掘っていったりするのが。どんどん下がっていってる、あの人。下がってる。あ、下に？よかった、よかった。うん、どんどん下がってることに気づかなかったんですよ。そうでしょ？本当に。あのね、わかんないの、もう暗いから先が。本当に。あ、本当だ、え？おいちゃんは自分でつけていってるのか。そうですね、今サイリンの画面今真っ黒だよ。そう、もうとにかく突き進むしかないと思って。あの、サイリン、ダイヤモンドをね。ダイヤモンド白いのかな。うん、白い。ダイヤモンドは薄い水色ですね。水色？レッドストーンはいっぱい出てくるね。溶岩ばっかりだな。なんかもうこれもしかしたらね、うん、温泉とかできるかもしれない。ねえ、マイクロの世界に温泉ないの？うん、温泉はないですね。そっか。あ、ねえねえ、色の違う青いのがあったよ。青い？これは？それラプスラズリですね。何の音？多分あの地上の方では雷が。ええー、雨降ってるんだ。怖っ。
ピスラズリ。すんごいなんか鉱石が密集してますね。うん、これ鉄で、これがラピスラズリで、これがレッドストーン。ここに茶いっぱいあるんじゃないか。もしかしたらダイヤも近くにあるかもしれないですね。近くに。さゆりなんかここ鉱石いっぱいあるよ。おーい、おい、イエイ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 。ええとか嬉しいな嬉しいな。あ、あ、水だ水。あーあー、濡れちゃう。あ、あのね、ここに穴つくついてた。すごい、すごい頭いい。ここね、ちょうどね、待って、セミ落ちたらどうするのそれ。もうね、しょうがない、しょうがない。もうだんだん半分落ちてるけど、今あなた。今ね、ジャンプジャンプジャンプしてるんだけどね、なかなか水圧で、おしおしおし危なー、焦った。これこの大元を閉じればいいのかしら。これもしかしたら空洞かもしれないですよ、この先。え、でもさ、バシャーってくるでしょ。いやでも空洞ってことは、うん、この高さの空洞なら素早くダイヤモンドを発見できる可能性もある。どういうこと。表面にも掘られた跡があるんで、その周りにあの鉱石がぐるっとあるかもしれない。なんと。じゃあこれ掘っていけばいいの、まっすぐ。そうですね、掘って空洞の中に水の中行くの。え、ね、すごいよ、水。ここも水だ。あ、死んじゃうよこれ。死ぬないのかな。まあ、でもここ、こうやって進んでいけば。あ、上もすごいよ。あ、レッドストーン。 あ、本当だ、空洞だ。あ、ちょっとじゃあ水源止めちゃいます。これで、あ、そこから来てたんだ。掘る、ここら辺。大きいお先す、痛い痛い痛い。あら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 、危ない。あら、危ないわね。黒い、ここは。そうですね、こうやって空洞だと、こうやって石炭がむき出しになったりとか、うん、鉱石がむき出しになってるんで、余計、あ、より発掘しやすくなるっていう、見つけて。と、あら、素晴らしいわね。だね。あら、あら。石炭。あ、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 やばい、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 やばい。危なかったですね。すごい、これはもう学んだよ、私も学んだ。後ろに逃げるということを。おあれは、あ、皆さんこれですよ。え、これがダイヤモンドです。あ、面白い。マジ松明立てとこ。ダイヤモンドだ。待ってここですよって。よかった、これだ。よかった、さっきのやつ。たっくみ、はい、がこっちで爆発してたらこれなくなってた？粉々に。うわぁ、よかった。よかった。こっちに気付けといて。危なぁ。こういうことあるんですね。こ、あ、本当にでもむき出しだったね。そうですね、まあこうやって空洞を見つけたら、うん、その空洞を制圧してた方が見つけるのが早かったりしますね、案外。これ掘っていいの？はい、鉄のシャベルで掘れば大丈夫。シャベル？あ、シャベルじゃない、鉄のツルハシで、うん。あ、落ちちゃった、ダイヤ。よし、ゲットしました。イエーイ、無事ゲットです。おめでとうございます。ありがとうございます。落ちてるんだけど。ありがとうございます。いや、これはね、もうこれ目標を一個達成しましたよ。達成です。ダイヤモンド鉱石を発見。はい、達成。では、あの、これ太いな。すごい。それが回されてきたんだよ、バトンとして。すごいな。はい、チェック完了。やったね。やった。え、これさ、もっとここら辺探せばダイヤモンド見つかるの？見つかるかもしれませんね。ダイヤモンドいっぱいあった方がいいんだよね、きっと。今後、まあ、かなり使いますんで。だってさ、もうブルジョワにさ、うん、私たちダイヤのツルハシしか使えないの。とか、全部の歯がダイヤモンドで。キャッキャ。ダイヤを持って帰って、あのお隣さんに自慢しよう。そうだよ、お隣さん。隣の家のやつに。ちょっと嫌なやつなんだから。ダイヤを家に飾り付け、うちの木造に。あの家の玄関とかにはめ込んで。はめ込んで、そうそう、ドヤーって。外やろう。外やろう。うちダイヤ玄関に貼ってますけど。鉄筋だと思う。鉄筋かもしれないけど、うんうん、うちダイヤですから。木造で。宅の家
ですから。木造だけど。木造はフェイクですから。うん。木造の木を剥がしたら全部ダイヤですからちょっと見えてるんですね。そうそう。じゃあここら辺掘っていったら変な声聞こえた。よし、剣を持とう。これ何？ゾンビの声です。まあ、近くに別の空洞が。殴るぞ。どこだ？空洞があるのかなまた。そうですね、近くに別の空洞が多分ある。じゃあちょっと掘ってみよう。冒険しよう、せっかく来たから。うん、上に多分この見える穴のところに多分空洞がここにうっすら見えると思うんですけど。あ、あったあったあった。行こう行こう。ツルハシでももうちょっとでやばいな。まあ階段作ってあげた方がこういう時はこのように。お、あ、そこから登っていく系男子。こうやって男子あ、登っていく系男子。おいちゃんは新しいな。あ、おごめんなさい、ごめんなさい。どうした、どうした、どうした。おいちゃん、これ殴ったらダメなんだよね。殴ったら爆発するんだよね。爆発しない可能性はない。あ、おいちゃん消えた。おいちゃん死んでしまった。じゃあ、形見を私、回収してきますね。じゃあ拾ってキラキラキラしてる。キラキラしてる。経験値ですね。悲しい出来事だったね、今のは。今のね、もうおいちゃんいなくなって、うちらこんな地下にいてどうしたらいいんだろう。本当だよ、うん、このまま生き埋めだよ。うん。そう、ということで、うん、はい、今回の目標の、うん、ダイヤモンド鉱石を発見は見事クリア。よかったよかった。私ルビーっていうかね、うん、赤い鉱石も見つかったし、はい、サファイアもあったよ、うん、きっと。うん、きっとあったと思う。覚えてない。けどもうね、うん、お家にもダイヤを埋めるっていう目標もできましたし、はい、そうですね、ここからが私たちのブルチョワストーリーが始まるわけですよ。今始まるですよ。まあ、まだ見えないですよ。はい、そう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 、こういうね、うん、あの影の努力。そう、掘って掘りまくってダイヤをいっぱいゲットしよう。ね、皆さんが生放送でこのワールドを開放した時には、うん、ダイヤのクッパ城が、うん、まだ私クッパ城忘れてないから。そう、あのだからね、うちらの家の周りにダイヤを置いてってくださってもいいんですよ、はい、お供え的なね。そうそうなんだっけ、だってコインみんなさ入れるじゃん、あの、うん、あの噴水とかのある泉、うんうん、みたいな、うん、あれは迷惑なところもあるだろうね。そうだな。でもうちは別にダイヤを置いていっていただいて、ま、一向に構いませんので、構わないです。置けるシステムかわからないけど、うん、その世界に干渉できないかもしれないけど。あ、そうだな、もしかしたらね。ただね、うん、本当に私たちはこうワクワク欲求左右ランドを建設中ですので、うん、皆さんに遊びに来ていただけるように、はい、ね、来ていただけるように。隣の家はおいちゃん家なんで、うん、好きに壊していただいて。目の敵にしてますから私たちは。そう、この今日から突然の家にね、突然の自慢ハウスに。はい、ということで、ね、また次回の目標も難なくクリアしていきたいと思います。はい、皆さん今回もご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。ポッドキャスト動画ではチャンネル登録を推奨しております。はい、こちらここら辺にね、登録ってボタンがあると思うの、パソコンで見てる人は、うん、携帯から見てる人はね、確か逆なの。うんうんうん、いい、すごい、さすが、毎回見てるから。でも、うん、違うかもしんないから信じないで、これ確認しとく、次まで。はい、では、はい、まったねー。サヤリンの死に方でいいの。おかしい、おかしいっけ。閉めてってこういうやられるとバイバイ。それではまた次回お会いいたしましょうと。またね。そう、それではね、僕やって。それではまた次回お会いしましょう。またどうしていたそもそもコーナーのどんどん好き、なんだろう、なんだろう。じゃあ、あの女子力今日はね、燃えてるし、燃えてるし、もうボサボサですよ。それではまた女子力出して次回お会いしましょう。またね。バイバイ。
これ飛んだら面白いのに。